皆さんこんにちは、PESK です。今回紹介するのはこちら、シャープペンですね。ペンテル社のグラフギア1000の 0.5 サイズですね。こちらを紹介していきたいと思います。こちらの商品は買う予定がなかったんですけど、文房具店に行きましたら非常に良かったんですよね。その良かったポイントなどを紹介していきたいと思います。こちらのグラフギアなんですけども、芯のサイズが 0.3、0.4、0.5、0.7、0.9 の5サイズの展開となっております。ステッドラーのシャープペンと違うところは、こちらの軸ですね。軸の中のこちらのゴムの色ですね。こちらの色がそれぞれ違うんですよね。こちらとこちらの数字の色が変わってきます。ちなみに 0.3 が茶色で 0.4 が緑。それで 0.7 が水色で 0.9 が黄色となっております。バランスが良かったので、こちらの黒を購入しました。0.5 が黒っていうのが嬉しいですよね。重さ的には一般的な製図用のシャープペンと変わんないんですけど、重心もこの辺ですよね。ちょうど真ん中ぐらいですね。一番気に入ったポイントなんですけども、こちらなんですよね。クリップの部分を押すと、先端をしまうことができるんですよね。オレンズネロとか書きながら突っ込んでしまうんですけども、ステッドラーなんかはしまえないんですよね。それなんで、筆箱から落っこちてしまった時とか、芯の先が曲がってしまう恐れがあるんですよね。で、こちらのグラフギアの場合は、しまうことができますので、どっか携帯する際にも安心して持っていくことができます。一つ残念なことといえば、こちら店頭で買ったのが悪かったんですけど、こんな形で消しゴムが使われてたんですよね。おそらく試し書きとかだと思うんですけど、やっぱり店頭で買うのはこういう細かいところまで見ないとダメですね。ペンの素材は、ペン先からキャップまで、すべて金属製となっております。それではこちらのペンを使って書いていきましょう。はい、こんな感じで書くことができました。書いてる際に、ペン先は全く動かないので、すごい書き味に安定感がありますね。まさしく製図ペンというような感じです。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。